ーズシマリーナのペットフェスタに初参加してきました。想像していた以上の雰囲気の良さにいっぱい思い出動画を撮っちゃいました。動画の最後にはこのイベントの評価もしちゃいます。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして愛犬リオ娘14歳です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こういった内容に興味があるよっていう方はこの画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をぜひお願いします。神奈川県は5年連続で動物の殺処分ゼロを達成していて、それに共感してリビエラ未来づくりプロジェクトの一環でこのイベントが開催されています。今回で3回目。収益の一部は神奈川県神奈川ペットの命基金に寄付されるというのも行こうと思ったきっかけです。鈴木エージェントだ。青だ。青はこちらです。愛犬ビレッジのドッグランプラスランチの体験でございます。まあまあいいじゃないの。上から4位だよ。なりました。すごい。では最後にこのイベントにまた次回も行きたいかどうか判定させていただきます。答えは行きたい。次行く時は朝一から行って近くでワンコッケーの素敵なカフェとかあったらそちらでランチしたいなと思っています。それでは See you next time. Goodbye.